なことを今やっているようになりましたかっていうのを話す機会が永見さんが与えてくれることなので、ちょっとせっかくなんでまとめて、河南会はこういう話す機会あるんですけど、今年2010年なんですけど、2005年にもそういう、話す機会じゃなかったんですけど書き物をさせていただいて、まあ、5年ごとでちょうどいい機会だったので、この機会にまとめさせていただいて、それの話をちょっとしようと思います。ただ今回これ話が初めてなんで、あんまりうまく話せないんじゃないかなという気がしますので、その辺はご了承ください。で、私なんですけど、実は、大学に入ったらちょうど1995年だったんです。で、ちょうどこの年っていうのと今年2010年っていうのは15年経ってるんですけども、その期間に一番っていうか、私自身の中で科学的な出来事で大きかったのはこのゲノムのシーケンシングの話で、現在だとそのバクテリアのゲノムとかっていうのはどれくらい決まってるか知ってますか？1000個くらい決まってるんですね。1000個くらい決まってるっていうことで NCBI とかに登録されております。で、僕が一番最初はそういうのが出てきだしたのがその1995年だったんですね。で、これが結構僕がマスター1年生の時の出来事で、これが大きい出来事だったというので、まあ、書いてて、まあ、それによる、まあ、歴史っていうか、まあ、どういうゲノムが決まってきたかっていうのを年表がこれ書いてあって、まあ、95年は初めてこういうバクテリアが決まって、で、まあ、このアイコンっていうのはうちで作ってる生物アイコンというやつで、フリーで誰でも自由に使えるというものなので、皆さんもぜひ使ってくださいってことですね。これはバクテリアというか、実は大腸菌なんですけど、このでこれは質が酵母ですね。質が酵母は97年に決まりました。で、98年に決まったのがこの CA 選手で、で、2001年に人のドラフトが報告されて、2002年にマウスの配列が決まったと言われて、2003年に一応人のハプロイドゲノムが決まりましたというのが大きいのが出ました。で、まあ、2007年ぐらいからいろんな個人のゲノムが決まりだした、まあ、そういう歴史です。で、私の、まあ、それはまあこれちょっと前置きでして、私自身は本当に2回用紙も書いてますけど2回コンティニューを使ってて、挫折は何回もしてて、なんか今こんなところで話してるとすごい輝かしいパスが伝わってきたんだろうと皆さん勘違いしてると思うんで、それをちょっと叩き直したいと思います。で、私自身はまず大学に入る時に失敗してるんですね。永見さんが行かれた大学院の私落ちたんですね。1回目も94年に1回失敗してます。で、2回目にも実は家庭学位取れませんでした。私家庭学家庭博士で持ってません。実は論博です。論博を持ってます、というわけで家庭博士もどんどん失敗してるんですね。まあ本当失敗しまくりで、でも何か知らないけど、あとなんかいろんなところが拾ってくれて今のところで働いてる感じになってます。そういうわけで、まあ、そういう失敗の歴史をちょっと振り返りながらちょっとお話したいと思います。まあ、ちょっと自己満足的かもしれないけど、ちょっとつけてください。で、私自身、永見さん一人笑っててちょっとあれなんですけど、実は東京大学の教養学部基礎科学科第一っていうところにいました。で、その何がこれ見てほしいかっていうと、私自身も3年生の時の時間割なんですけれども、とにかく見て分かる通り、生物があり、数学があり、数学があり、ちょっと科学がありというふうに、結構専門の授業としてはものすごく教養なんですね。まあ、それもそのはず教養学部なんでだったんですね。で、まあ、そういうところで、まあ、3年生4年生、教養部を出て教養学部に行っちゃったので、教養の講義課程っていうのを理系で勉強してたというのが私自身のこのバックグラウンドでして、で、実はその一つの授業に生物物理学っていうのがあって、その授業の中で実はこんな面白い話を聞いたんですね。これですね、93年の夕刊なんですけど、12月頃、人の遺伝子地図がほぼ完成した。で、それが全部決まったら病気は治るんじゃないかと、いろんな病気で治るぞと言ったんですね。でも今治ってないですよね、皆さん知ってる通り。昔これ、まあ、新聞は言いっぱなしなんですよ、常にっていうことを言いたいんですね。17年前の新聞なんですけど、新聞はこういいことを言ってて、これによると2005年に人のゲノム配列を決めるメドがついたと言ってるんですね。で、皆さん知ってる通り、人のゲノムは2005年どころかもっと前に決まりましたよねっていうふうに、まあ、当時はこの僕は3年生にこんなの記事を見て、まあ、今とは全然違うんですが、これを見て結構、ああ、なんかすごいでっかいプロジェクトが
なんか世界動いてるんだなって、こんなのにちょっと自分も関われたらなってこうちらっとなんか魔が差して思っちゃったんですね。そしたらこれがずっと頭にあって、あの関わっていくことになってしまいました。で、まあ、これは実はこの僕の本棚の中に埋もれてて、ちょうど今回の話をするという時に発見したんでっていうので、まあ、出しただけなんですけど、まあ、そういうあのもので、こういうのも取っておくとなんか後で話すかもしれないので皆さんも取っておいたらっていう感じのやつです。で、まあ、そういう中で私自身、4年生の時に、なんていうのかな、大学院にやっぱり進もう、本当は進むつもりなかったんですけど、あの就職してお金をもらう、早くお金をもらいたい、職に就きたいと思ってたんですけど、大学院にやっぱり受けようかなと思って、まあ、いろいろ見学に行ってた時に、あの東京大学医科系のヒトゲノム解析センターというところに訪ねた時にこんな事件が起きました。HGC 階段事件。でこれ結構あのこの世界って私の周りでは有名なんですけど、あの学部4年生の時の私はこういう風にあの言ってしまったんです。ある人を見て、あ、大学院生の方ですかってすごい若い人が、ね、いたんですね、階段の上に。そしたら、あ、大学院生の方ですかって言ったんですけど、そのなんとそれはあの今のボスで教授になられて間もなかったんですね。助教授から教授になられて医学研のところで、あの、まあ教授やられた。で、君何年生って彼はあの僕が言ったと。もうこれ言ってて常にこう祖母があるんですね。普段の仕事は本当に一緒にいつもあのよくやるのに、これだけは僕があの君あの僕はあの大学院生の方ですかって言ったのに、彼は常に君何年生とこう言ったというふうに、まあ、今でも飛躍があると。だから皆さんも発言にはくれぐれも注意してやらないと、あとの上司になるかもしれない人がその辺にいるかもしれません。ですので、あの気をつけましょうねっていう、あのこれは教訓です。これちなみに、1994年の話だから、ちょうど15年ぐらい前の話だったんですけど、未だに言います。まあ、飲み会ネタなんです。はい。で、それが祟ったのが東京大学が落ちました。で、あのでその時やっぱり大学院何個か受けようと思って、まあ、巡ってて京都大学の理学部っていうところを受けてたんですね。まあ、生物物理で、そこが、あの、なんか知らないけど、ちょっとしばらくしたらこういう風なのを送ってきてくれて、通りました、言ってくれました。ですので、あの通ったらしいので、じゃあ、あの東大は行けなかったけど、京大、うん、どうしよう、実家僕大阪なんで、もう京都だったら実家からも近いし、いいかなと思ったんですね。じゃあ行こうと思って行きました。これ、大学院入学試験、入学式の写真ですね。で、まあ、行って、まあ、大学院の机ももらって、まあ、研究をしようと。まあ、なんかそんな感じにはなってたんですけど、まあ、あのね、まあ、この世界でよく有名な NCBI の、まあ、一番偉い人のリップマンというのもこっちですけど、あの来て、あの、僕これここですけど、あのリップマンも来て、そういうふうな人もいるようなラボに、まあ、配属できた、やったらラッキーと思ってたんですけど、とにかくそこのラボっていうのは、あの自分で研究テーマを探すというラボだったんですね。それは結構大変で、ずっと、まあ、ほとんど M1 は全部そういうのを使いましたし、やってたんですね。で、まあ、でそんな中、そういう時にあの出てきた論文がこれでした。1995年の、まあ、さっき言った実はやつ のヘムフィルスインフルエンザっていう、あのあれですね、バクテリアのゲノムを全部ホールゲノムランダムシーケンシングでやりましたという論文でサイエンス出たんですね。で、まあ、こんな論文ですけど、出たわけです。で、これで言いたいことは 1.7 メガのゲノムを決めました。で、その全部ゲノムを決めたっていうのはいいんですけれども、そのゲノムを決めた中に、じゃ あの、遺伝子何個ありましたかっていうのを決めるんですけど、それ全部コンピューターでやらないといけなかったんですね。で、どうやってるかっていうと、その中にあのバクテリアですから、ミントンはとりあえずないということで、あの読み分け、要するにタンパク質をコードしているコドンの塊があるかないかというのをまず探す。で、それをガーッとやると、あの何個かそういう数千個ぐらい ORF というのが見つかってきて、その ORF というのが、まあ、予測したあのなんかタンパク質配列ができ、アミノ酸配列ができるんですけど、その予測したタンパク質配列は何だったかっていうのをこう予測している、そういうことをしない。で、そういうことはこの配列をインターネットで公開されてるから、それを取ってきて、でそれを眺めて、うん、これなんかあのどんな機能だろうっていうのが、あの普通だったら皆さん最初から書いてあると思うと思うんですけど、当時全く書いてなかったんですよ。でそれを全く書いてないから、
それをじゃあ予測してやろう、それを予測するのを俺の仕事にしてやろうと、なんかそんな風に思うようになって、それを、やり始めました。で、当時そういうのインターネットでこうそういう配列がドンと公開されて、そういうのを自分でこう FTP で取ってきて、で、それをなんかこう、自分のこうプログラムかけてみたいなことを、まあ、仕事にしようと思って、やりました。まあ、この下に書いてるのはどうやってやるかっていう話で、そういうふうな、タンパク予測タンパク質配列の、機能を予測するんですけど、まあ、当時はその、スイスプロットっていうアミノ酸配列、タンパク質の配列の機能についてよく書いたデータベースがあったんで、それを使って予測ってやつなんですね。で、ここの下に書いてるメタボリパセンのケグとかで書いてるんですけど、実はこれを作ってたラボにいたんで、これはここから予測して作ったものの産物ですから、ですので、これは最初からなかったんです。当時はなかったというか、これを作るためにこの辺のことをずっとやってたんですね。で、まあ、それをやるようなツールを、まあ、作って自分でなんかやってました。まあ、でもやってることは結局はスイスプロットに配列類性検索をかけて、最もらしいものを取ってくるというだけで、そんなやつ、ジニーファンクションアイデンティフィケーションツールというのは GBIT みたいな名前つけてやってました。これ、ものすごくレガシーですが、これ96年ぐらいネットスケープです。こんなに投げたらできるっていうのを自分で作りました。で、まあ、これもうちょっとパッチョリすると、その1個のなんか、これピロリ菌ですけど、ピロリ菌の配列が決まったときに、他のよく知られた生物集のトップヒットが何だったかっていうのをザーッと出して、その機能が何だったかっていうのを見て、その中で一番最もらしいものをつけていこうと。今で言うアノテーションなんですけど、で、まあ、どういうその、なんていうのかな、トップヒットでも、ものすごくいいトップヒットとそうでないトップヒットがありますから、この緑の部分が自分の持っているもので、それ以外のところとはどれぐらい重なってたかったみたいなのが、こんな風にグラフィカルに表示するようなものを作ったりとか、そんなの、ね、まあ、やったりとかしてたんですね。まあ、それはまあいいとして、そういうことを、まあ、やるのは、実は全部の配列に対してそういうことをやりたいんじゃなくて、本当は研究として成立させないといけないので、金下研でそう言って作り始めてたそのパス、ケグですね。今はケグでいいのかな。ケグのそのパスへのデータベースっていうものを、まあ、良くしていくために、そういう研究をしてます。で、どういうことしたかっていうと、こういうふうにケグのパスへの白地図のやつがありますけれども、それに対して僕が予測してきたその、なんていうのかな、この遺伝子全部の中から、この酵素番号を持っているものだけを全部抽出してきて、それを全部エイヤと投げたら、こういうふうにそれぞれの生物種ごとのパスへが書けるようになるんですけれども、それを、まあ、一個ずつチェックして、良かったか悪かったかっていうので、逆にこのケグのパスウェイがいいか悪いかというのを見ようみたいなことをやってて、まあ、それでは論文を書いたりしてたんですけど、まあ、これでやってたのは、まあ、アミノ酸の合成のパスウェイがバクテリアは自分自身で持っていることが多いと言われてたので、本当かどうかを改めてこう、まあ、やってみましたみたいなことを、まあ、やったりとか、そんなことをまあやってたんですね。まあ、そんなのもやって、新しいこうやってない、今までの中から見つからないようなものとかいうのを、まあ、見つけたりとかしたんですけど、まあ、自分では実験できないから、ね、他人にやられちゃってるんですけど、まあ、そういうふうなことをやったりしてました。まあ、それはさておき、まあ、そんなことをやってて、もう今も実はその GFIT っていうのはちょっと残ってますけど、なんかこんな名前で今でもなんか使えるそうです。僕は知らないけど、使いたい人使ってくださいっていう感じで、はい。まあ、それは、まあ、それで、まあ、マスターの時の研究としてやってたんですけど、で、そのマスターが終わって、じゃあドクターからなんかどういうことしようかなと思った時に知り合ったのはこれです。で、これ実は論文が先じゃなくて、この論文が出る前に学会に行って知ってたんですね。で、なんでそれを知ってるかっていうと、せっかくそのマスターの研究でいい研究したんだから海外の学会に行かせろって、こう当時のボスが金下先生ですけどに言って行かせていただきまして、その時にゲノムシーケンシングアナリスという学会なんですけど、コールスプリングハーバーで、そこに行って聞いてると、こういう僕とちょっと年が上ですけどぐらいのジョーデリーシーってやつがマイクロアレイってやってて、マイクロアレイっていうのでやるとこういうのメタルパスなんか分かるよみたいなのを、まあ、やってたんですね。当時97年ですね。97年にやってて、そのやつは、まあ、どこかで見たことあるかもしれないですけど、イーストのツアフォーの、まあ、がだんだん餌がなくなっていくと、だんだん、餌があるうちは普通に、この餌があるうちはこう
回答系回ってるんですけど、だんだんこっち側の DCA サイクルを使うなとか、そういうふうなやつですね。やったら忘れた、まあ、ちょっと忘れたんですけど、とにかくその、この自分のエネルギーを得る手段をだんだん変えていくっていうのをマイクロアレイで見ましょうみたいなのを彼は、まあ、マイクロアレイの実例としてやって、まあ、当時はこの約6000個ぐらいのスポットに全部イーストの ORF が全部乗りますから、それをまあ用意して、そういうようなやつを成したみたいなのをやってたんですね。まあ、こういうマイクロアレイって面白いなと思って、マイクロアレイの解析とこういうふうなケグのパスへパスへのパスへっていうのは、まあ、ケグニパスへのメタリックパスへのデータベースいっぱい作ってきてたから、ちょうど非常に合うんじゃないかなと思って、そういうふうにもうちょっと研究をシフトさせようと思って、まあ、やってたんですね。まあ、一つそれをやった例として、まあ、うちの大学、当時の大学院生とかの後輩の中尾君というのと一緒にやったのが、こういうケグのパスへにそういうふうなデータをポン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 、色を塗っておいてみたいなことを、まあ、やったりとか、そんなことを、まあ、やってみたりとか、こういうのは自動的に今作ったりしてたんですけど、まあ、そういうのを、まあ、一番最初にこのケグのやつで色をちょっと変えてっていうのを、まあ、一番最初に言った多分論文を出してみたりとかしてました。まあ、これはこれで、まあ、それはそれで面白かったんですけど、あんまりまあそんなにいい論文ではないんですけど、まあ、そういうのやってました。まあ、なんですけど、まあ、そういうふうなので、コンピューター社でこういろいろ塗ったりとか、メタリックパスタを作ってそれを見たりは、それはそれでいいんですけど、もうちょっとその、なんていうのかな、せっかくだから、こう人間に近いとか、人に近いことをやりたいと思うようになってきたんですね。で、だから、それをやるためにはもうちょっと、なんていうのかな、自分に足りないのは何かと思ったら、この分子電学の知識だと思ってたんですね。で、分子電学の知識っていうのをつけるんだけど、僕は医学部のとかそういうふうな基礎科学で習った中には遺伝学がなかったんで、ないですね。ないですね、なかったんですよ。で、なくて、それをやっぱ勉強したいなと思って、そしたら、当時はそんなあまりいい本、分子電学の本なかったんで、まあ、一番今こういうふうに現状論文を読んでいることだったんで、これを読みたいと思ったんですけど、当時いた金井さんでこれを購読してなかったんですね、最初は。なので、まあ、ネイチャーゼンって実は92年に出た雑誌ですし、から、僕がいた95年ぐらいとか、そんなまだ新参の雑誌だったんですけど、まあ、新参なんだけど、もうすごいバグとか高い部分を頑張ってたんですけど、まあ、そういう、ネイチャージェネティックスが読みたい、でも近くにないというので、しょうがないからその実家の近くにある大阪大学さんにですね、ちょっと潜ってですね、お話を、まあ、お話あとかこの雑誌を見せてもらうと言いながら、実は松原先生の研究室に、まあ、よくお話にさせていただきに行ってました。で、実は松原先生の研究室で私の大先輩の中井健太さんという方がちょうど助教授で釣られてですね、そこにいたっていうのもあって、そういう縁でちょっと行かせていただいてました。で、まあ、そういうのもあったんですけど、まあ、しばらくすると人の分子遺伝学っていうこれ第3版ですけど、その当時の第1版が日本語で出たんですね。日本語で出たんですね。それを、まあ、勉強すれば教科書を勉強すればよくなったんで、その教科書を勉強するようになったんですけれども、まあ、でもこうそんなことを言ってこう他の研究室にこう潜らせていただいてたのは非常にいい経験で、今もこの時に、一緒に潜ってった先の研究室の人と一緒に働いてます。大久保豪作さんとか川本翔子さんはそうですので、割といろんなところにこう、顔を出したりするのはいいことだと思いますよというのが僕の一つの教訓でございます。で、まあ、それはよくて、で、まあ、こういうのネイチャーゼネティクスですね、こう、まあ、勉強していつかこれ論文に出したいなと思っておりますが、まだ出ていません。はい、それは私のあれなんですけど。で、まあ、そんなんでいろいろこう見識を深めることばっかりやってきてたんですけれども、ちょっともう一つ衝撃的な論文があって、これも出るのも前から実は知り合いになってて、先からしてたんですけれども、これは実はそのあれですね、マイクロアレイ のデータを数学的なクラスタリングっていうので解析すればよく見えるぜってことを最初に言った論文なんですけれども、この論文はプロナスに出るっていうのを前々から聞いてて、プロナスを毎週毎週見てたんですけど、ちょうどこの数字を見て分かる通り、ちょうど年末休みに入っちゃったんですね。ですので図書館とか入れてもらえなくなっちゃって、先ほどの細胞コアクセンター
に潜らせていただいて、実家から近かったんで、年末も 家から通って、どんなストーリーですかってこう聞いてて、読ませていただいたっていうのもあるんですが、まあ、それよりも、これはあのこの論文やったのはこういうふうに、マイクロアレイのイーストのデータを全部あの、いろんな実験条件を集めて、こちら実験方法で、こっち遺伝子方法ですけど、クラスタリング全部して、それぞれのブロックにいろいろ意味があるみたいなことを言ってくれた論文なんですけれども、まあ、マイクロアレイのデータを解消的クラスタリングをやるっていうのを最初の概念に言った論文です。それと、まあ、あとすごい衝撃的だったのが、そういうふうなソフトウェアとかは全部あのサプリメントサイトにあるよというふうなことを言ってくれてた論文です。で、実はサプリメントデータなんていうのはあのゲノムの論文が出だした頃からずっとあの割と出てたんですけど、あのなんかやり方までウェブサイトにまでアップするようになった論文っていうのは多分これぐらいが初めてで、あのその頃からこういうふうなあのサプリメントウェブサイトみたいなんでこう出ていくということが、まあ、割とあのメジャーになってきたんじゃないかなと思います。ちなみにこのアイゼンとかあのパッド・ブランっていうのはそのプロスを始めた張本人たちで、あのこういうふうなウェブサイトでむしろ公開するっていう方をむしろ推奨するっていう方で、彼らは多分こういうあの古い系の論文誌というのにはそれから一切出してないんじゃないかと思います。あんまり、まあ、パッド・ブランはしてるかもしれないけど、あのアイゼンは多分出してないと思います。そういうふうに、あのなんていうのかな、その出版の形態っていうのがやっぱり変えていかなければならないっていうのは、こういうふうなマイクロアレイのところからあの割と起こってて、まあ、それもあって私自身もこれちょっと飛ばします。私自身もあのプロスに賛同するっていうのは割と昔からやってて、ここにいるんですけど、あのやってます。プロス賛同してますんで、あのこんなふうな自分でポスター作ってあのやってました。あの決してこれ We choose BI って言ってる意味じゃないんで、それだけあの見違えないようにしてください。まあもちろんその通りなんだけど、はい、BI 選んでください。はい、ということです。分からなかった人は BI って何かってググってください。で、そんなことばっかりやってるもんだから学位取れなくてですね、家庭内には学位取れませんでした。まあ自業自得ですね。こんないろいろ新しい技術あるよないよって言っても、ちゃんとねあのボスの言うこと聞かないと取れないんですよ。僕は言うこと聞かなかったんで、あのしょうがないので、あのこんな車を後輩がくれたので、それに乗ってちょっと利権で雇ってくれるかもしれないってことで行きました。で、当時、もう今ないんですけど、あのゲノム理研のゲノムカーブ総合研究センターっていうのを立ち上げてて、横浜に今ありますけど、あれができるかもしれないってことだったんですが、ちょうど僕が出た2000年っていうのはあのまだそれがなくて、あのなかったんです。で、ないのでしょうがないから、その理研 の, あの私が配属になった、まあ、配属するつもりだった林崎さんのグループのところですけど、筑波にまだグループがあったので、とりあえず筑波までこの車は行きました。で、行ったんですね。で、まあそこでやってたことなんですけど、当時、今はなんかいろいろやってて、つい最近もなんか昨日かなプレスリリースでなんか各個人のなんか発言を見るみたいな言ってましたけど、まあそれはともかくとして、当時はこういうマウスエンサイクロペディアプロジェクトということで、いっぱい cDNA のプロレムスクローンを集めるっていうのをやってて、CDNA のクローンを、まあ、集めて、それをシーケンスして、でマイクロアレイ作って、そこから発現したタンパクでタンパクインダクションを見ますみたいなのを、やってたと思います。やってました。それはちょうど10年ぐらい前、2000年やってました。で、そこにあのいたあのこの岡崎さんっていう人が、あの、まあ、そんなんで僕もあの学位ないのであぶれますけどって言ったら、あの、引っ張ってくれてですね、働かせていただくことになりました。学位がないのにご指導で雇っていただけることになりました。で、で彼はその CDNA をあの CDNA マイクロアレイ、まあ、その中でグループでもやってて、その CDNA マイクロアレイの、まあ、を作るとか、そういうふうな実際に実験するとか、そういうところを僕がやるんじゃなくて、そこから出てきたデータがいっぱい出てて、まあ、今はみんなさん今のマイクロアレイのデータとか各実機ラボでもそうだと思いますが、いっぱい出てた。で、それを、まあ、あの解析したいと。今なら CDNA マイクロアレイまず使わないと思いますけど、マイクロアレイにしても各そのプローブ、その設計したプローブっていうのは何の遺伝子であるかって分かってると思うんですが、 CDNA マイクロアレイの場合は実はそれはあの CDNA ライブラリが作ったものだから、あの
配列が分かんないことなんですね、まず。配列が分かんない以上、何 の, あのやつか分かんない。あるライブラリーから取った CD のクローンであるということしか分かんなくて、まあ、そんな、まあ、いろいろ問題があるんです。で、それだけじゃなくて、当時は、まずゲノムが解読されてなかったですね。2000年ですから、人も決まってないし、マウスも決まってない。で、僕らはマウスターゲットにしてましたけど、マウスは当然決まってないしけど、人はもうすぐ決まりそう。だから、マウスが分かってないにしても、配列さえ分かれば、配列類性で人のものを伝えればなんとかできるんじゃないか、そんな状況でした。で、まあ、今言ったように、シリネクロンはある程度配列分からんと。なんだけど、まあ、3プライム側の発祥味の配列はとりあえずあるみたいな状況。で、まあ、由来ライブラリは分かるけど、機能は分からんと。で、まあ、そういうのが分かる。探るためにシリネクロンライブラリ買ってたんだけど、まあ、当然っちゃ当然なんですけど、まあ、そういう状況でしたということを、まず頭に置いていただいて、そんなことやってました。こんなことやってました。CDN マイクロアレイの、に載せてある、CDN クローンの機能を予測しましょう。で、僕、さっき前に言った GBIT っていうやつで、ORF の機能予測やります、やるシステムを作りましたって言ったんですけど、まずそれをバクテリアと同じ方式でやっちまおうということを、考えました。で、それを、やるんですけど、GBIT の時は全部そのバクテリアでやったやつっていうのは、まあ、僕が見るだけで、まあ、もちろん新しい生物バクテリアの機能の予測ってことでいろんな人に公開してたんですけど、まあ、全然、まあ、一方通行ですね。僕らが公開したのをみんなが使うと、それじゃいかんということで、いろんな人にこう見てもらってフィードバックをもらうというか、いろんな人に意見が欲しいということで、僕らが予測したその機能予測の結果をいろんな人に見てもらおうということで、それを、まあ、アノテーションジャンブリーということでやりましょうということになりました。これは実は僕らは最初じゃなくて、ドロソフィラのゲノムを決めたときに、それは遺伝子 の配列なんですけど、アノテーションのジャンボリーをやろうってことをやってたのに着想を得てこれをやりました。で僕はもう一つ思ってて、みんなはこれ実は後で、てかこれあんまり重視してくれなかったんですけど、それの機能をどんどん書いていくのには、ジンオントロジーを使おう。今だったら当たり前ですけど、当時は全然こんなのなくて、でしょうがないので、ジンオントロジーを作ったこのアッシュバーナーさんという方ですね。まあ、この人もともとハエの人で、やっぱりそのドロソフィラのゲノムのアノテーションのジャンボリーをやるときにもう中心人物だった人なんですけど、それと同時にジンオントロジーっていうのをやろうって言い出した張本人なんですけれども、それが彼がそのジンオントロジーって言い出したのは1999年で、それを見たときに僕は、あ、これは酵素番号に変わるいい、なんだろう、ものだと思って、すごい僕は注目してたんですけど、みんなあんまり注目しないと使わないので、こういう風な形で機能注射に使おうと思いました。で、なんでそれがいいかっていうと、まあ、今だったら当たり前なんですけれども、コンピューターにその何て言うかな、機能を分からされる一つの手段であるということです。ですので、まあやったんですね。ジンオントロジーって何ですかっていう人がいると思いますが、ちょっと言っておきますと、ジンオントロジーは基本的にはあれなんですね、こういうふうなものなんです。オントロジーだけでは、言ってみれば融合集、単語集です。遺伝子の機能をどんどんこう、この遺伝子はこういう機能ですね、書いていくんだけど、それぞれの人がみんな手でバラバラに書いたら、なんか変な言葉いっぱい使われたりする。それを統一しようっていうことが、ものです。まあ、統一するっていうのは、制約をするっていうんじゃなくて、なんていうのかな、コンピューターで処理するときに処理しやすいようにっていう意味ですね、基本的に。で、それの、まあ、遺伝子の機能を共有するための用語集とそれの階層的な分類になっています。ですので、遺伝子名とか実際の配列とかそういうのは入っていません。でも、その遺伝子名とか実際の配列っていうのがないと使えない、実際には使えないので、それを使えるようにするために、こういうジンアノテーション、当時はジンアソシエーションという言葉を使ってたり、今はゴアとか言いますけど、それをつけます。それこっちは特定の生物種というのはあんまり意識しないんですけど、ここに来るとそれがマウスであるとか人であるとかそういうふうなものがいろいろ気にするようになります。特定の遺伝子の生物遺伝子っていうのと特定の生物の遺伝子っていうのとここで書かれているゴータンジーンオントロジー言葉ですね、言葉を結びつけるものでございます。それを、まあ、2つを用意して、使えるようにする。で、まあ、それをやったのが、まあ、このファントムってやつで、このファントムっていうのは実はもともと私のプログラムの名前だったんですね。このようにこういうふうにやるファンクショナルアノテーションをマウスというやつのプログラムのプロジェクト名で、まあ、言ってみればその
私がバクテリア時代にやった G フィット の, あのマウス版です、機能を予測するのにどうかって悩みやすいです。これ実はその時に出たネイチャーの PR のにそのままなんですけれども、こういうふうなあのやり方を考えました。でも実はこれにはジーンプロジェどこにも出てきません。でなんでかっていうと、まあ、この当時、まあ、ここにいる人のほとんどの人がジーンプロジェ使ったらいいっていうのはあんまり分かってなかったんです。ジーンプロジェを使うよりもなんかなんちゃらなんちゃら、ジーンみたいなシミュラーとなんちゃらジーンみたいなことを見る方がみんな重要だと当時思ってたからです。今だったらみんなそんな風に思わないと思うんですけれども、そういうふうなあのプライドを持ちました。で、まあ最初はプレディクションだったのが、みんなで見たことでアノテーションが変わりましたよっていうことを言ってたんですね。まあこれはいい。で、まあ似たようなことをもう一回、まあ、やって、ファントム2でも やりましたよと、それはいいです。でもこういうふうなやつで、あの、機能のアノテーションっていうのをみんなやるやるって言ったんですけど、結局やってたのは、その、利権ディフィニッションと呼ばれているあのディフィニッションですね。これは、あの、ペレドキシンですとか、これはヘモグロビンですとか、そういうふうな、あなんか、なんか人間が見て解釈できるようなものばっかりだったんですね。これで出てくるのそうなんですけど、結局今まで知られている遺伝子のこれでしたとか、それならまだいいんですけれども、ホモロガスとなんとかとかシミラーとなんとかとか、そんなのばっかりだったんです。これじゃああんまりあのコンピューターに解析させれないんですなと。だからコンピューターに使えるようにジーンオントロジーを使いましょう。それをつけるとどういうことができるかっていうと、こんなのがすぐできると。コンピューターに理解させておくと、なんかの遺伝子の発現が、なんていうのかな、トップ100のものはどんな特徴がありましたかっていうのをあの聞けば、プログラム聞けばですけど、あのこういうふうなあのパイチャートを書く R のスクリプトを生成するプログラムを書いて、こういうふうなのを R で書いていうのができると、まあ、そういうふうな特徴があるんですけれども、まあ、なかなかこういうふうな手続きでこうつけただけっていう世界からなかなか脱却できなくて、こっちになかなか行けないで皆さん今も困っていると思いますが、まあ、それはみんなそうなんで、あの、まあ、あまり気にしないです。で、まあ、なんですけれども、まあ当時と同じ頃とかバクテリアヒットと同じようなことを、まあ、あのマウスでも やりました。ただマウスでやるとネイチャーの図に採用させてもらいましたっていう、まあ、例です。でまあ、そんなのはまあいいというか、まあ、似たようなことをやって、あの、まあ、あの発言のパターンをいろんな組織で見たりとか、そういうふうな解析を私やってました。で、まあ、時間もあんまないので急ぎますけれどもまだ半分終わってないでこういうふうなあの発言のデータであの見ててですね、思ったのが、なんかある組織ですごい特異的に発言高い遺伝子いっぱいあるんです。でもそれって なんで高いのかなってすごい思うわけですね。でそれはなんで高いかっていうのをやる通ってると、やっぱり自分でも実験したいなとすごい思ってきたんですね。そうやると、まあそういう環境が欲しい、そういうところに行きたいと思って、環境に行くことにしました。でそれはちょうど理研がまあ3年間しか雇ってくれないやつの3年 目で、次どうしようかって時にちょうど、僕を理研に誘ってくれた岡崎さんっていうのが埼玉医科大学のゲノム医学研究センターとかの教授になるってことだったんで、じゃそれについて言ったら実験させてくれますかって言ったら、はいって言ったんで行くことにしました。でそこのボスは、皆さんも見たことあるかもしれません、村松正樹先生でした。村松先生です、はい、でそこに行きまして、キショイというのをモットーに研究を始めました。キショイっていうのはですね、大阪弁であの気持ち悪いっていうか、すごいいいものっていうような感じの意味なんですけど、じゃなくて、この場合、基礎と臨床を結ぶ医学の研究って意味で、基礎と臨床を結ぶ。Between bridging the gap between ゲノムバイオロジー、クリニカルメディスンということで、なんか、題目だけかっこよくて、まあ、虹を浮かべる橋みたいな。ちょうど、まあ、私たちが赴任して、数日後にこういうふうな虹があってたんですね。まあ、これ当時、そのいた研究室から見えた景色だったんですけど、今はこんななんじゃなくて、ここに、ビル、病院のビルがドーンと立って、多分橋はかからないんですけれども、まあそれを置いといてですね、そんなんでした。で、私自身じゃあどうしようか、自分で実験したいってことなんで、まあ、あの実験のじゃあ経緯を立ち上げようということで、あの線虫を使ってあのやった経緯をちょっと立ち上げるのをやらせていただいてました。で、まあ自分でこう線虫を覗き込んだりとか、実際に線虫を培養したりとか、これはあれですね、
アジレントのマイクロはですね、これカスタムアレイを、まあ、のプローブの設計から自分でやってみたりとか、まあ、これはアフメトリックスのチップですけど、まあ、ちょっと時代が古いですが、アフメトリックスのチップの、まあ、実験をやってみたりとか、とにかくその、これ、ウェットとドライって言ったんですけれども、乾燥したティッシュとウェットティッシュですね、を、まあ、両方、まあ、持って実験してました。両方できるような研究で何かいいのできるのかなと思ってやってました。で、まあ、これさっき言ったやつなんですけど、遺伝子の発現が高いものの、を、まあ、なんでそれが高いかを知りたいというところで、まあ、その遺伝子の、まあ、上流配列なんかをこう調べて、何かモチーフがあるかというと、ちょっとこれは難しいというか、あまり雑音が多かったので、当時は、まあ、今なら直接的にこれ調べるかもしれないんですけれども、まあ、とりあえず転写因子の結合サイトというのがないかどうかというのをコンピューターで予測しておいて、そこから実験に実際に持っていくような手続きというのを、まあ、これはラボ全体としてやってたやつです。この線虫の実験は僕自身が、ほとんど趣味でやってたやつ、はい、そういうことです。で、まあ、それを放射の方の転写因子の結合サイトがあるかないかというのを探すような仕組みというのを作ろうということで、まあ、サイマーチャートを作りました。で、まあ、これは結局はゲノム配列を全部持ってきて、転写因子の結合サイトで今まで知られているものがあるかないかというのを、このエンボスっていう分子生物学の、まあ、フリーの統計配列解析パッケージがありますけれども、それを使って全部予測して、その座標を、まあ、アンサンブルとか UCSC のゲノムブラウザーみたいなもので、まあ、見れるようというのを、まあ、これもやってました。まあ、これ2005年に論文書いてるからもうちょっと前かな、2004年ぐらいからこういうのやってて、みんな実験、周りの実験の人に配ってました。あなたは何が好きですかっていうとこを聞いて、その転写因子の結合サイトの予測場所を全部こう絞り込んで、それぞれ人ごとに HTML を渡して、はい、これこの中から実験候補を探してっていうのをやっててですね、やってました。まあ、これなんで必要かってやつですけど、まあまあ、ゲノムが決まってるのにそれが使わないのはもったいないねとか、そんなことが書いてます。まあ、それはいいとして、で、まあ、こんな風な HTML を自分それぞれの人ごとにこう配ってですね、これをクリックしたらそのゲノム中の位置に飛ぶようなものを、まあ、予測して、この中から転写因子の結合サイトをその、なんていうのかな、その遺伝子の上流に持ってて興味がある遺伝子っていうのをこうリストアップすると、まあ、これだけなんですね。転写因子の結合サイトを持っている遺伝子だけをリストアップして、この中から自分の候補を探しましょうみたいなことを、まあ、やってたんですね。こんなここにありますよ、そういうふうな遺伝子がザーッと出すプログラムを作った。で、まあ、それをみんなに渡して、まあ、主に、まあ、埼玉医大のゲノム病研究センターはこのホルモンレセプター関係、核内レセプター関係をやってる人が多かったので、まあ、アンドロゲノレセプターとかエストロゲノレセプターとか PBRピロキシオン、プロリフィレーター、アクシベテレセプターのこのベータのやつですけれども、こういうふうなものを、まあ、の結合する配列を大体分かってたので、それが、まあ、上流とか制御領域と思われるところにあるリスト、遺伝子をこうリストして皆さんに渡したりしてて、まあ、そういうふうなものをやりましたよっていうやつですね。まあ、こんなのいいです。そういうのもやってたよってことですね。で、まあ、そういうふうなことをやっててたんですけれども、そういう研究を、まあ、どんどんやればやっていくほどですね、公共データベースが不備で、不備なんですね。で、それは悪いせいで、研究の進展をものすごい妨げてるんですね。僕らほとんどやったのは、そういう公共データベースが悪いから、それの粗を埋めるというか、それの、なんか、それに、穴を埋めるようなことの仕事ばっかりになっちゃってて、自分で実験をやる手間が、そういう共同研究を進めればするほどできなくなっちゃって、もう共同研究受付事務所みたいになっちゃって、もうなんか嫌だな、これそんなことをやるんだったら、そんな一次第にいるんじゃなくて、もっとこの国でそういうふうな、ところ、データベースセンターやるようなところに行きたいなと思うぐらいになってました。で、まあ、そういうふうなものを先きっちりしないと先に進めないし、これ以上もう進めれない、まあ当たり前なんですけど、でそういうふうなことをじゃあまず先にやってからそういうふうな個別の研究に戻ってくればいいんじゃないかと考えるようになりました。やっぱりそれぐらい
にしておかないと高速道路に、まあ、例えればですね、高速道路にいっぱい穴が開いてる、その穴が開いてるからあなた埋めて、埋めたらじゃあ通れると、そういうようなのをこうなんかいっぱい穴が知らないうちにどんどん開いていくような状態である、そういうようなものを常にこう維持しておけば、僕が後でそれでいちいちこう受付をされなくても高速道路でシュッとみんな通れるようになる。だから僕らがなんかちゃんとそれをして維持しておけばみんなが通れるし、僕だってなんか土日にこう、なんでしょうか、サンデー研究者かなんかでこうやれば、実験したらやらなくても研究できるんじゃないか、そういうふうなのを狙ってるんですけど、そういうふうなことができるようにしたいということで、この文部科学省の統合データベースプロジェクトがちょうどその頃立ち上がったので、それに関わるかと思います。で、実はその文部科学省の統合データベースプロジェクトっていうのは、今年度が今年で終わりです、実は。今年というか来年ですけど、2010年度が終わりです。終わりなんですけど、ちょうどその5年前に始まったプロジェクトだから終わりという、なんかよくわからない理不尽な、5年で終わりといういつもの、ここの CEO にもそうだと聞いてますけど、なんかね、ずっとやらせてくれたんですけど、そう、もうやってられない。まあ、こういうふうなサイト見に行けば、なんか、もっともらしいこと書いてます。で、なんですけれども、それとは独立に、こういうプロジェクトで、2010年だったら全部終わって、はい、全部解散って なるのもなんだってことで、先ほど一番最初にお話ししました、情報システム研究機構っていうところが、DBCS を申し込みました。それがデータベースセンターとライフサイエンス、あとでちょっと出てきますけれども、まあ、そういう私の今いる所属機関というのは、このプロジェクトをやるためにできたんじゃなくて、このプロジェクトが立ち上がったから、それを受けに行っているという、まあ、中核機関の一つなんですね。ですので、他にもいくつかこのプロジェクト、統合データベースプロジェクトやっているところがあります。まあ、それはこの辺見ると分かります。で、じゃあどういうことを、我々のセンターでどういうことを考えて、統合データベースをやってるかっていう話をやっていきます。まあ、これは簡単なんで4つってやつですね。で、今も言ったみたいに、統合データベースって5年で終わりのプロジェクトだと困るんですね。なので、常に皆さんが使いやすいというか、研究者が使いやすいように、していかないといけない。当然、研究がいろいろ変わっていきます。例えば、2006年始めた当時、次世代シーケンスなんてありませんでした。ですが、今は次世代シーケンスの解析をみんなやりたい、やりたい、やりたいってこう、もう嫌なように我々言われますが、そういうふうに変わっていくんですね。まあ、そういうふうな変わっていくものに柔軟に対応して、この統合データベースが成立しないといけないと。っていうふうに思います。で、まあ、2つ目として、なんか一つ統合データベースできた、はい、お前ら使えって言うんじゃなくて、皆さんの研究の開発の生産性の向上を目指すものじゃないといけない。だからまあ当たり前なんですけれども、我々のところで重視してるのはこの黄色のところですね、データベースの構築者ではなく利用者の、まあ、意思の思考や意思決定を支援する DB の構築をやったりとか、あと日本人ですから、みんな今僕も日本語で喋って皆さんが日本語でコミュニケーションしてますよね。日本語でデータベースを作りましょう。でこれ結構すごい反発があるんですけれども、なんで英語じゃないのっていう人いるんですけど、じゃあ英語そういう人に限って日本語のコンテンツがないかって探しまったりするんですよね。で日本語でやった方が楽に決まってるんですよ、ネイティブの人以外。なのに日本語で あるリソースに関しては日本語でこう提供していこうと、わざわざ英語にして難しくしないでもいいじゃないか。それはちょっと違う分野の話を聞いたときに皆さんそう思うはずです。もちろん自分の専門の分野は英語でよくわかるでしょう。それは皆さんは専門ですから、それで英語で論文書いて、ね、海外とかでいらっしゃるわけなんだから、それはそうでしょうけど、ちょっと違う分野の話を聞いたら日本語じゃないと嫌でしょう。だから日本語でやりましょうというのが我々のところの大きな特徴で、その日本語で提供されているようなこうリソースに関して、うまく流通するように、そういうふうなこともよくやってます。例えば、まあ、残念ながら休刊になっちゃいましたけど、タンパク質拡散酵素っていう雑誌がありましたが、それ のバックナンバーを我々のところで検索できるようにしたりというのが、サービスとして大きいものをやっていますし、それ以外にも過去 の、まあ、報告書ですね、皆さん研究費の報告書とかを出されると思いますけど、ああいう報告書を検索できるようにしたりとか、そういうようなこともやってます。なんで僕らがそんなことやるんだっていうかもしれないですけど、他誰もやらないので、誰かやらないといけないのでやりますということでやってます。
ータベースに今までなりにくかったものをデータベースにしましょうってことですね。まあよく言われているのは特許ですね、まあ、さっき言ったことと結構かぶるんですけれども、あの日本語で書かれているわけですが、そういう特許とか、まあ、これもちょっと反発が多いんですが、教科書ですね、教科書もデータベース化したり、今の話ですね、まあ、そういうことです。あとこれが私たちの大きな特徴だと私は思っているんですけれども、まあ、研究所なんですけど、研究はやらない、サービス事業をやるというやつですね。あの研究所ということになってるんですけども、サービス事業をやるでをメインにやってますってことをやってます。で、まあでも研究開発っていうのはやれってことになってるのでですが、あの研究所ですから研究をやるんですけれども、まあ、大きく分けてやはりその自然言語が対象になってるということですね。まあ一番自然言語と大きく言っちゃいますけど、簡単に言えば論文ですね。英語の論文、ああいうものの検索、まあそんなの顔面の検索に行けば終わりじゃないかと思うかもしれませんけど、まあそれで済んでしたそれで。そうじゃなくて、あのもうちょっと高度な検索がやりたいという人向けのものです。それ以外にも、あのまあこれはもう皆さんが、てか僕自身がずっと扱ってきた DNA タンパクっていうこのセントラルドグマに沿ったあの原。DNA 変ですけど、DNA 配列、そういう配列に関するあのものと、それその他のものに大きく分けるということです。で、一番上に挙げられるので、我々が公開しているものは、このデータベースに対する横断検索っていうものとか、あといろんなデータベース、どんなデータベースがありますかっていうものに対するデータベースのカタログっていうものを用意しています。まあ、それ以外にもあの、こういうふうなサービスもありますから、ちょっとまあ見てください。ありっていうのは、まああの略語の時点ですね。IPS って何だったかなって言って、分かんなくなったときに、IPS はこれですよって教えてくれたりするサイトがありますので、こういうのとかですね。まあ、それ以外にも、配列、いわゆる配列、DNA とかタンパク質の配列に対しても、まあ、こういうサービスがいくつかやってますけど、今日はその話を、しません。まあ、あと、アナトモグラフィーとか生物細胞というようなものが、まあ、研究開発としての対象になって、やってます。それがまあ取りも直さず研究提供しているサービスになっているのが我々のところのセンターになっています。ですが今日はその話はしないので、ちょっとセンターの話だけちょっとします。で、さっき戻来、我々の統合データベースプロジェクトっていうのは2006年から2010年 の、 あの次元プロジェクトって言ってましたけど、それとはちょっと時期がずれてるんですけれども、2007年の4月1日から実はこの統合データベースセンターっていうのはありまして、ライフサイエンス分野のデータベース統合化の拠点となるべくやっている特務機関だと我々は言っています。で、まあそのライフサイエンスの統合データベースプロジェクトっていうのを、まあ、に手を、まあ、挙げている、まあまあ、機関の一つですということで、そのなんていうかな、もので東京大学の中にあるんですけど、東大の組織じゃないという不思議なところで、先ほど言いましたその情報システム研究機構っていうものの下にある研究所の一つです。で、情報システム研究機構の下にある研究所に他にどんなのがあるかっていうと、皆さんご存知だったとすると遺伝検査、あと極地検査、南極リングですね、あと情報検査、あの等数検査、そういうのもあります。それの、 あの兄弟としてできたのが我々のセンター、TBCS です。で、まあセンターのウェブページもありますけども、こんなのがあります。で、どんな人間いますかってやつなんですけれども、まあ、センター長、まず先ほど来て、高木俊一さんですけれども、とあとまあ実はもう一人なんか怖い先生いますけど、木久保耕作という方で、今は実は遺伝研が、もともと遺伝研の教授で今もそうなんですけれども、あの今 DDBJ のセンター長になってますが、あのこの2人があると仕切ってやっていただいてて、その下に今私のような研究員の11人なり、あと技術員の人は3人なり、あとまあ出向の人とかいて、まあ常勤の人は大体30人ぐらいいるようなことです。あと、まあ、アルバイトさんの僕が大体メンバー見てるんですけど、14人ぐらいいて、まあ、いろいろやってくれてます。まあ、そういうやつですね。で、まあ、我々のセンターは、あのそういう統合データベースプロジェクトというのをやってますけれども、主に分けると3つやってるということなんです。先ほどちらっと見せた研究開発以外に、戦略の立案ですね。これはどういうふうにデータベースを維持するようなことをやっていったらいいかという戦略も実は立案しててですね、そういうのをいろいろいつも考えて、シンクタンク的なことをやっている感じのところもあります。ですが、まあ、多くの人がこと、
兼ねてますから、これだけやってる人はあんまりいないんですが、あります。あと、まあ、こういうふうに私がこうやって来てお話したりしているみたいな高校宣伝普及活動というのをやっています。まあ、高校宣伝普及活動にはこういう、先ほどちょっと見せてたんですけれども、いろんなツールの使い方、データベースの使い方なんかを動画で説明する統合テレビというものとか、これも 全国案件してやってます。そういう使い方の講習会ですね。そういうものも、やってます。あと、まあ、いろんな、まあ、データベースのアーカイブ、まあ、いろいろな研究活動でデータベースの皆さん作られていると思うんですけど、そういう データベースがですね、もう維持できないとか、維持していく人がいなくなって、これでも消えたら困るというふうなものがあった場合は、我々にご相談いただけると、ここでの活動の一つとしてデータベースのアーカイブというのをやってます。これは結構世界的にも見ても、珍しいサービスなので、ここに書いてあります。まあ、統合テレビがちょっと口でちゃらっと言っちゃいましたけど、こんなやつですね。動画による、DB ツールの使い方が書いてあるですね。で、まあ、統合テレビ検索するとオリジナルのサイトが引っかかると思いますが、別にオリジナルのサイトに行かなくても YouTube とかニコニコ動画とか iTunes ストアに行けば、我々の作ったものを検索できます。この日本語の統合 TV か TOGOTV というアルファベット6文字入れればいっぱい引っかかってきますので、見てください。で、コンテンツ数はちょうど250になりました、昨日で。まあ、そんな感じです。で、まあ、数が多くなったんで、まあ、ちょっとその統計的な解析ができるというか、まあ、主成分分析してみましたみたいなやつで、まあ、いろんな情報、テレビがあって、それぞれの特徴があるんですけれども、まあ、うちのセンターで、プロジェクトとしてこう統合データベースプロジェクトとして発信しているサービス以外にも、まあ、いろんなものをやってます。世界中にある便利なツールについて紹介してます。特に発言情報関係が多いので、まあ、よく見てください。もちろん多形解析とかそういうものも、あと立体構造なんかも割と充実させてきてますので、ぜひ見て、でこういうのは足りないっていうのがあったら、ぜひ私に教えてください。そしたら作ります。で、まあ、講習会なんですけど、これぐらいやってますっていうのをせっかくなんで見せてます。これ去年度ですね、2008年度はこんな感じでポスターを作って、本当に北は北海道、南は九州までっていうふうな感じでいろいろやってます。で、この年度も、同じようにやはり、この年度の数なんですけれども、やってて、来週も九州でやる感じになってます。で、実は講習会ただやるだけじゃなくて、講習会やった時にテキストとか配らないんですね。全部このウェブサイトに、アップしてやってるので、実は全部これやった回、全部テキストが全部ここにアップされてます。ですので、見れば全部ここから勉強できます。なので、自分の興味があるのがないか、ちょっと探していただくといいと思います。これが motdb.dbc.jp ということで、これ実は意味があって、マスター・オブ・ザ・データベースという意味で、データベースの達人になれるようにということで、データベースの意味がなっています。ちなみに今回のタイトルはドクター・オブ・ザ・データベースで、それは僕のことです、ということです。まあ、そういう、まあ、もっと DB って呼んでますけど、まあ、もっとデータベースを使えるようになりたいのか、もっとデータベース作れっていう意味なのか、ちょっと隠語的ですけれども、そういうふうなサイトが、まあ、作って、やってますけれども、まあ、ちょっとこれもそろそろ、まあ、ある程度統合データベースの、センターがあるというか、プロジェクトがこういうのやってるのが分かってきたので、ちょっと天気に来てるので、ちょっと変わるかもしれません。ですが、まあ、一応やってます。でですね、我々のセンター、じゃああんたらやってるの分かったけど、じゃあ何なのってよく、簡単に言うと何なのってよく言われるので、例え話です。我々のセンターというのは、本当ライフサイエンスデータの浄水処理場と下水処理場ですという話ですね。まあ、それぞれの研究者の人がなんかデータを欲しい、昔僕はそういうバクテリアの配列データ欲しいって思ったんですけど、まずどこにあるか分からないし、それをそのまま使ってもいいのかとかいうふうなことも分からない、そのまま食べたらバクテリアだけにお腹壊すんじゃないかと思うんです。そういうのじゃなくて、ここから例えば大丈夫ですよみたいなのを我々のセンターとして提供したい。だからミネラルウォーターを配ってたものなんですけれども、まあ、それはまあ浄水処理、僕らがですけどやって、このいうデータだったら統一した基準で、解析した結果だからみんな使えますよっていうものをどんどん提供していきたい。それが浄水処理場的なアクティビティ、
まあ、下水症状的なアクティビティっていうのは、皆さん多分これからいっぱい実験する、もしくはこれから実験プロジェクトをやるっていう時にたくさん実験データ出すと思います。それをそのままなんか垂れ流してたらダメなんですね。なんでかっていうと、やはりインターネット上で繋がってますから、みんなアクセスしてきます。そうなった時に他のサイトと違うフォーマットで置いてあるとか、他のサイトと違うってなったら、みんなすごいそれが再利用されなくなって、再利用されないってことは皆さんそのデータは流通しない、イコール見られない、イコール次の研究費取れないと思うんですねってなるので、皆さんのやはり研究の価値を高めるために、やはりそういう自分の今まで出した実験データの流通性というのを考えてほしいですね。それをやるときに僕らはお手伝いします。だから一緒ですね、油を流しに捨てないでってこう書いてあると思いますけれども、こんな風にそれと一緒で、そのまま自分の出したデータを出さないで、決まったその世界で流通するのに決まったフォーマットでぜひ流してほしい。そうじゃないと再利用されない。再利用されないというのはやっぱりこの世界にとっては非常に問題なことなんですね。なので再利用する方法をぜひ自分でわからないんだったら、その分野が達人とかもおりますと思いますので、ぜひ相談していただければ、一緒にどういうふうにしたらいいかとか考えることもできると思いますので、ぜひそういう形で統合データベースセンターを使っていただければと思います。今は本当ウェブページでこう使っているだけで、検索に使っているだけかもしれないんですけど、そういうふうなことにも我々はお手伝いいたします。ですので、ライフサイエンスのライフラインという形としてデータの流通をお手伝いできればという仕事をやらせていただいております。で、私自身ずっとこうやって広報の仕事をやっておりますし、先ほど3つ の柱っていったやつ の戦略立案みたいなところもちょっと声が大きいので、いろいろ言わせていただいてますけれども、実は研究活動的なことも、やってましてですね、サービス業やってんだから研究なんかやるなっていう人もいるんですけれども、やはりなんていうのかな、データ DBCS っていうのはやはり皆さん研究者の人たちと肩を並べてっていうか、研究者からこう、信頼していただけるためには、この DBCS っていうか我々のセンターも研究活動的なことをやらなきゃというふうに去年思い出しましてですね、ちょっと、始めてます。で、それが何かっていうと、浄水処理場的なアクティビティにつながるんですけれども、比較するときに便利な発言のデータセットっていうのを作りましょうということで、今までの ESD とかマイクロアレイのデータを書き分けてですね、これが使えるんじゃないかっていうようなセットを、データセットを確立して、そういうふうなものをリファレンスの発言のリファレンスとして使えるようなデータベース、ひいてはそのトランスクリプトムシーケンスですね、時代シーケンサーが出てくるシーケンスのデータですけど、それも発言量のデータとして使えるものが出てきています。それを自分のを比較するときにできるようなものを、今作ろうということを、やってましてですね、まだこれはこういうのやってますよっていうぐらいなんですけれども、そういうのもやってます。一応ホームページもあるんですけれども、そういうのを、今、研究活動としてやっててですね、こういうのも今日はこの話は詳しくしませんが、東方テレビを 見たらですね、私がちょっとそれに関して分子生物学会のワークショップで話している動画が公開されてしまっているので、それで見てください。あれ？で、私がこの世界を救えるかなっていう話ですね。これよく見ると、昔U2 のボーノって言いますけど、それがタイムに今出たんですね。それにこれアイコラして僕なんですけど、面白くないですか？すみません。で、そういうやつで、私自身いろいろフラフラしてきてやってるんですけれども、やっとこういうふうな、私自身がマスターから専門としてやってきたこういうデータベースというか、ああいうゲノム配列なんかのデータの機能予測みたいなところに端末とかカタログ化ですね、そういうのがもうちょっと皆さんに役に立つようになったらいいなと思って今、こういう仕事をやってるんですけれども、やはり皆さんからこう、声がこういうのを使って便利でしたよとか、僕の話聞いて面白かったよみたいな言ってくれるのが一番嬉しくてですね、そういうのを聞くためにいろんな手段を用意しています。一つはですね、今日これ話したスライドがここからのものとなります、それはいろいろいいんですけど、端子 URL ですけど bit.ly1 じゃなくて ly bit.ly です。
かってます。まあ、あの写真のやつで、あの個人の何ですか、あの納得保険があるってやつは外してて、僕に関しては何でも出てますけど、僕以外の人が写ってる写真はちょっとあの怒られると嫌なんで外してますが、それ以外は全部入ってますんで、はい。で、まあ、何でもかんでも言いたいこと言ってくださいということと、あの実はあのツイッターで、最近受賞も始めてます。ツイッター僕もちょっと前からやってまして、 BOINOHU っていう、アカウントで、つぶやいてますんで、まあ、もしよかったらフォローするなり、なんかいろいろやってください。で、まあ、実はそのこのツイッターって結構重要だったのは僕も前から分かってて、まあ、最近は本当社会的にも有名になってますが、去年ぐらいから去年1年ぐらい前からこれを結構使うようになったのかな。でそれもあのアルバイトに来てた一人の子がすごいツイッターハマってて、もう四六時中やってて、なんでそんなやってるんだって聞いたんですけども、面白いからって言うんですけど、だから僕もそうかなと思って、あの1年前につぶやいて、こんなこと書いてですね、人材募集、バイト募集ってこう DBCS という研究機関ですって言ってたら、なんかこの時期にこれをつぶやくとですね、何人も来て、さっきの14人だったんですけども、あのやっぱりあのすごいこう人とのコミュニケーションっていうのがこういうところで図られてですね、まあ、永見さんなんか目指してらっしゃると、サイエンスコミュニケーションに通ずるところがきっとあると思っているので、あのこういうコミュニケーションをある手段として、もうメールだけで送ってくださいねなんて言っても、まあまあ大変失礼ですけど、みんな送ってくれないんですね、うん、であのこれツイッターだったら結構、障壁も少ないというか、ツイッターに事業に140字しか書けないので、あの先日の講演は面白かったです、ありがとう、どうのこのどうのこのだどこどこの誰々って書いてると140字になっちゃうので、あのこっちはもっと140字で端的に書けるので、あのぜひツイッター皆さんやっていただければと思います。まあなので、なんか私 の, あのやってきたことをこうほら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 話しちゃったんですけれども、なんかあの聞き逃したとか、もっと聞きたいとかなんかあれば、あのお話聞きますので、ね、よろしくお願いします。